なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見にはいけないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、お前は大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ。エレン、勝負はもうついてたんだ。終わり。ベルトルト、エレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのためなら何だって捨ててやる。普通から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を、ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。蒸気をまともに食らい続けた。さ、やけどどころじゃ済まないな。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。見られなくてもきっとエレンならこの程度の傷、僕が時間を稼がなきゃいけないんだ。エレンの家に火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。僕たちの知るベルトルトとは別人みたいだった。どんな揺さぶりもきっともう通用しない。本気で僕たちを皆殺しにするつもりだ。なら僕たちも全力で彼を倒すしかない。ない、もっと時間を稼げるはずだ。やっぱり骨は消費しないんだ。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。
君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら、分かったよ。今楽にしてやる。エレンに託すんだ。僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ、次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アレンの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。